どうもマンボウです。皆さんはクアンデールディングルという人物を知っていますか？この人は海外のネット上で謎の男として有名なんです。彼はどのように任務になったのか、そして彼の正体とは、今回の動画で解説していきます。それでは行きましょう。クアンデールディングルが任務になったのは2021年9月30日に TikTok に投稿されたある PC のログイン画面の画像が始まりです。画像の上にある黒いテキストボックスには、誰だよこのふざけた名前はと書かれています。なぜふざけた名前になるかというと、クアンデールは海外では珍しい名字で、ディングルは英語でバカ、アホという意味のスラングだからです。おそらく海外のネットユーザーはクアンデールディングルに日本のキラキラネーム的な面白さを見出したのでしょう。この画像は様々な SNS に再投稿され、ネットではこの名前を使ったミームがいくつも作られるようになりました。2022年の2月になると、海外のラッパーに関するニュースを扱うラップ TV というサイトをパロディした動画が TikTok に投稿されました。その際、ラッパーの NBA ヤングボーイの鼻を長くしたコラ画像がクアンデールディングルとして使われたことで、その画像はそれ以降クアンデールディングルの自画像としてユーザーの間で定着していきました。同年の3月にはクアンデールディングルボイスという動画が TikTok に投稿されます。これは見ていただいた方が早いと思うので、こちらをご覧ください。 What's up guys? It's Quandale Dingle here. I have been arrested for multiple crimes, including battery on a police officer, grand theft, declaring war on Italy, and public indecency. I will be escaping prison on March 28th. After that, I will take over the world.海外のネタ動画やネタ画像をごちゃ混ぜにして死ぬほど効果音を付け足した動画に、クアンデールディングルの架空の逃避行をナレーションで添えたものです。ご覧になった通り、たった15秒にこれでもかとカオスが詰め込まれています。こうした動画が作られたことで、クアンデールディングルはとんでもなくヤバいやつだというキャラクター像が作られていきました。クアンデールディングルがミームとして流行すると、ネットユーザーの中にはその正体を探ろうとする人や SNS に情報提供をする人が現れ始めます。そんな中、 TikTok ユーザーがある動画を見つけたことからクアンデールディングルが特定されます。それは2021年11月に行われたニュージャージー州のアメフトチーム、ペンサウケンインディアンズの試合動画です。この動画に出ている選手の中に、ジャージの背中にディングルという名前が書いてある人がいたため、クアンデールディングルはペンサウケン高校のアメフト選手だと判明したんだとか。そう、彼は実在する人物だったのです。2022年の6月にはペンサウケン高校の卒業式らしき動画が TikTok に投稿されました。動画では卒業生一覧にクアンデールディングルの名前が書かれた紙が写っています。その後、校長が名前を呼ぶシーンになり、他の生徒たちの拍手喝采の中、クアンデールディングルらしき人物が卒業証書を受け取るためにステージに上がる姿が収められています。こうして見ると、クアンデールディングルはみんなから愛されるネットの有名人みたいな雰囲気がありますが、一方で一般人が急激に有名になったことで、それによる弊害も生じています。例えば、彼のことを知っている人が個人情報をばらまいたり、勝手に彼を晒したり、行動を監視したりとプライバシーを侵害し、中にはすでに亡くなっているという悪質なデマを流す人までいるのです。ネットの有名人とは言っても、あくまで普通の人間、決して何をやっても許されるただのキャラクターではないことを肝に銘じておく必要があるでしょう。皆さんはこのミームをどう思いますか？ぜひコメントで教えてください。いかがでしたか？今回クアンデールディングルについて解説しました。このチャンネルでは他にも様々なミームを解説しているので、海外ミームが好きな人はチャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。また解説してほしいミームがあれば、ぜひコメント欄にお書きください。本日は以上です。また次の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。